皆さん、ジェピン。本日、馬場さんへ、ヒムラウランジ・アンベルケル博士の第125生誕記念日へようこそ。本日、馬場さんへの第125生誕記念日をもちまして、馬場さんへの生涯はこの短時間で紹介させていただきたいと思います。この生涯は3部に分かれています。一部、1891年誕生から1916年高等教育まで私たちから紹介させていただきます。2部、1917年インド帰国から1932年船条約まではサンデシュから紹介されます。最後3部、1935年政治キャリアから1956年政教までサンデシュ写真館から紹介されます。それでは始めさせていただきます。ビームラオ・ランジ・アンベッカル博士は馬場さんとしてよく知られています。馬場さんはインドの政治家、法学者、思想家、哲学者、人類学者、史学者、雄弁家です。インド憲法の作成者とインド反カスト運動の指導者でもあります。アンベッカル博士は現在インドを形にするための貢献は忘れてはいけません。馬場さんは常にインド社会での最多層民の交流するためにより良い教育の重要性を共有していました。アンベッカル博士は当時社会での全ての困難を直面し降伏して現代インドの最大の人物となっています。世界で他の地域でも人の経済力や家族のルートを原因で不平等や社会の分裂はよく知られています。歴史を振り返ってみると17世紀でほとんどの国に何かの形で人種差別がありました。アメリカの歴史でも黒人に対しての差別がありブラックリボリューションとしてよく知られています。インドカースト制度。カースト制度はインドで生まれた独特な社会的身分制度のことで、インドではバルナやジャティとして呼ばれています。バルナには4つの階級を存在しています。上からブラマン、シャトリア、ウェイシャとシュドラに分けられます。カースト制度に属さない最下位の種族ではプッカ職人と呼ばれています。この階級は強烈な迫害を今まで受けてきました。インド中部のマッテプラデシュ州のマフ村で貧しい部下職民家族で1891年4月14日にビームラオ誕生しました。彼は父ラムジサッパル、母リマバイサッパルの14兄弟の末っ子として生まれました。アンベッカルの相続身元、マラティ語を話すマハラストラ州のラトナギリ地区の出身でした。彼らはマハカストのカストに属し、部下職人として扱われ、強烈な社会経済的な差別を受けてきました。アンベッカルの父ラムジ・サッパルはカビルパント教団の信者でした。ラムジは彼の子供にヒンドゥー教の経典、特にマハバルタやラマエナを読むことを勧めました。自分の軍隊での役の影響を利用し、子供たちに公立学校に行かせました。カスト理由で子供たちを学校に入れることにも抵抗を直面しました。学校に通うことできていても、アンベッカルと他部下職民学生は学校でアッパーカストの子供と教師から差別を受けました。教室でアッパーカストの学生から分離され、教師により支援や注目を与えませんでした。彼らは教室の中に座ることも許されませんでした。水を飲みたい 時も水と水の容器が触れることできませんでしたので、アッパーカストの誰かに上から水を注ぎながら飲まなければいけませんでした。通常はこの仕事を学校のピオン、未熟論労働者より行いました。学校にピオンがいないときに水が飲むことすらできませんでした。
馬場さんの父ランジは1894年に引退し、その2年後家族マハラシュトラ州のサタラ町に引っ越ししました。兄弟姉妹の中でアンベッカのみが小学校を卒業し中学校に上がることができました。彼の公共村の名前はアンバワデでした。ババサヘブの才能を信じていた彼のバーマンカストの先生から推薦がありまして、名字はサッパルからアンバワデ、アンベッカルに変えました。アンベッカルの家族、1902年にサタラからボンベイ、今のムンベイに移動しました。部下職民の中でエルフィスタンダ高校に入学する彼は初めてとなりました。1906年に当時15歳になった彼は9歳の少女ラマバイと結婚することになりました。学校で勉強よくできていてもアンベッカルは学校での差別によってますます乱されました。1907年に高校卒業し、ボンベイ大学に入学できるのはアンベッカルは初めての部下職民となりました。この成功は彼の部下職民コミュニティからお祝いされ、アンベッカルの教師ダダ・ケルスからお祝いとしてブッダの伝記をプレゼントされました。1908年にボンベイ大学のエルフィストンカレッジに入学しました。バロダ・ハン王国のサヤジ・ラオ・ガイクワル3世から毎月25ルピーの奨学金を受け、4年後1912年にボンベイ大学から政治学と経済学の学士号を取得して卒業しました。大学卒業した後にバロダ・ハン王国で働くことを始めました。同じ1912年にアンベッカルの長男エシュワント生まれました。翌年1913年にアンベッカルの父は他界になりました。再び1913年にバロダ・ハン王国より月々 11.5 ポンドの奨学金を受け、アメリカのコロンビア大学に高等教育に行きました。1915年にアンベッカルは経済学を専攻し修士号を取得しました。コロンビア大学の3年で他の科目として経済学、社会学、歴史学、哲学、人類学、政治学を研究しました。古代インドの生涯の論文も発表しました。1916年にもう一つ修士論文、国民派とインドの歴史的および解析的研究を発表しました。1916年10月にロンドンへ移り、ロンドンスクールオブエコノミクスとクレイ・ホーソーインへ入学し、博士論文の作成を開始しました。この次の2部は寸ですから発表されます。ありがとうございます。1917年6月にバルタン藩王国から奨学金が提供が終了となり、彼はインドに戻らなければならなかった。しかしグレイホーソーインにより4年以内に博士論文を提出する許可が与えられました。インドに帰国した後にアンベッカルはバロダ・ハン王国で文秘書として働き始めました。ただしカースト差別の厳しい現実に再び直面し、彼は苦しみ症の仕事を辞めることになりました。これから増えている家族のためにも働かなければならなかった。それで彼は様々な仕事、家庭教師、会計士、投資コンサルタントなどを試しました。しかし彼が不可職民であることを原因となり、仕事でも成功することができませんでした。1918年にアンベッカルはボンベイのシートンカレッジで政治経済学の教授として就職が決まった。教授として学生たちの中で人気となり、成功したとのに関わらず他のアパカスの教授はアメリカと
飲料水すらも経由することが反対しました。1920年にコラボ派の広告の金とアメリカのパーシーコミュニティの友人から支援があり、再びイギリスに戻ることができました。1923年にルピの問題に関する論文を完了させた。ロンドン大学より理学博士を受賞しました。アンベッカーは法律研究を終え、同時法廷弁護士としてイギリスの弁護士資格を取得しました。インドに帰る途中にアンベッカーはドイツで3ヶ月過ごした。ドイツのボーン大学で経済学にのさらなる研究をしました。それで1927年8月に正式にコロンビア大学より博士号を授与されました。1919年にイギリスサウスボロー委員会はインド政府の法律を作成しておりました。インドの主要学者としてアンベッカーはその委員会の前に証言するために招待されました。サウスボロー委員会の前に部下植民のために分離選挙制を政治的保護を提供することを主張しました。1920年にアメリカはサウスボロー、アメリカはボンベイでムクナヤ無政のリーダーという週刊誌が始めました。それはすぐ人気を達成しました。この週刊誌を利用し、アメリカは正統派のヒンドゥー政治家とヒンドゥー化差別に対して普遍的な政界を強く批判しました。コラポル最下層民コンフェレンスでアメリカは演説、当時コラポル韓国の王者金シャホユンに印象付けた。金シャホユン のアメリカと他国家植民奴隷を一緒に食事することは正当的な社会に主導的攻撃を与えることになりました。ボンベイ高等法院で弁護士として勤めていた時、アメリカは国家植民を向上するために彼も教育をさせようとしました。アメリカの最初の組織として国民となったのはバイスクリティカルニーサバの設立。その目的は国家植民で社会的と経済的改良と国家植民の間 促進でした。1927年にアメリカは国家植民をなくすために活発な運動を始めました。法的な飲料水資源を国家植民とも共有する。ヒンドゥーお寺に国家植民が入る権利などの目標でデモ運動を行いました。マハルシーでチャウダールスイチから他植民も水を取る権利を取得するために闘争を指導しました。1927年1月1日にプネ近くのこれがを首里記念公園で式典を開催しました。その背景には1818年のアングロマラタ戦争で亡くなったマハール不可植民コミュニティの兵士を記念する目的がありました。そこで兵士たちの名前が刻まれた大理石が建てられました。1927年12月、
最速名コンフェレンスでヒンドゥー教の古来の経典マヌホテンを強く批判しました。マヌホテンが部下職人に過酷な扱いで大きな状況になっていることをアンベッカーより正当化されました。アンベッカーのフォロワーよりその場でマヌホテンを燃やされました。同じ1927年にアンベッカーは2つ目の週刊誌バイシクリッパーダル抑圧されたインドの出版を始めました。1930年8月に開催された開作民コンフェレンスでアンベッカーは自分の政治的な意見をこのように述べました。 We must shield our cause ourselves and by ourselves. Political power cannot be a panacea for the ills of the depressed classes. Their salvation liesin their social elevation. They must cleanse their evil habits. They must improve their bad ways of living. They must be educated. There is a great necessity to disturb their pathetic contentment and to install into them that divine discontent which is the spring of all elevation. Kashukumin community no aida, Ambedkar no eikyou wo eikyou to kokumin no shiji wa増加していました。その時1931年に第2次委員会が開かれ、アンベッカーはその会議に出席するよう招待されました。同じ会議にガンディも出席していました。アンベッカーには会議で部下職民のために分離選挙推薦を解き、分離選挙制を要求 しました。ただし、ガンディは他職人を政治的にヒンドゥー教から分離することを反対しました。この会議からアンベッカーとガンディの対立関係が始まりました。アンベッカーの分離選挙制の提案は英国から認可されました。それを船のヤルワダ中央刑務所に投稿していたガンディは分離選挙制を反対するために死ぬまでに断食が始めました。ガンディの断食がインド全土に渡り、彼のサポーターの中で意外な支持が増発しました。そしてコングレスの政治家とアンベッカーとアンベッカーのサポーターの間、イエルワダ合同会議が始めました。ガンディの死が閉じた場合、部下職民へ報告と部下職民とそのコミュニティの間の殺害を恐れ、アンベッカーは分離選挙制の重要化されました。これから写真館です。ありがとうございます。1935年から2年、ボンベイの法律専門学校、学校の校長として任命されました。アンベッカーはボンベイで停止することを決めた。ボンベイでアンベッカーを家を建て、彼の一番重要な財産であった5万冊の本を入れる図書館を設立しました。同じ年に長場ずるいだったアンベッカーの妻が他界しました。彼女の長い年の夢はインド教の有名な聖地パンダープールを準備することでした。しかしアンベッカーはインド教が不可植民別の合憲だと考えていたため、準備するを反対しました。彼女のため、カスト差別ない新しいパンダープールを作ると宣言しました。1935年10月13日、ナシク市のゲウラ町で開催されたコンフェレンスで、不可植民制を全員
ヒンドゥー教を捨てることを決意し、1万人以上が集まったこのヨーラカンフェンスで回収する予定を宣言しました。1936年8月にアンベッカー、彼の政党インディペンデント・レベル・パーティー独立労働党を始めました。それは1937年の選挙で17議席を争って15席の議席を獲得しました。同じ年にアメリカの本はアニレーション・オフ・コストを出版されました。ガンディやコングレスの厳しい批判を理由でアメリカの政治的な人気を減少したにかかわらず、アンベッカーの政治的な法学者や学者でした。1947年8月15日、インドを独立にコングレス指導の政治制限により、アンベッカー、インドの一番大事法則大臣として任命されました。8月29日、アンベッカーは独立、インドの憲法基礎委員会の委員長として任命されました。その憲法に全て国民のため自由化を保障や保護されています。それに宗教を自由化、不可民主な性の廃止、どんなような形でもの差別と違法化が含まれています。アメリカは女性の社会と経済的権利を重要性と重視しました。アメリカが提案した不可植民のための学校、大学と公務員などで留保制度を議会により承認されました。インド政府に憲法を手渡し時、アメリカはこう述べました。この憲法は実行可能であります。この時、柔軟と同時に強いであります。平和な時も戦争の時も、この国を結束させます。新しい憲法の実行中に中に物事うまくいかない場合は、憲法が悪かったではなく、それを実行する人が下劣だったとなります。1951年にアメリカは、女性に対し社会と経済的な平等、また結婚や相続で法律における権利を求める改正法案、ヒンドゥー法律ビルを上呈しました。ただし、女性の社会で位置について正当的だった議会が強く批判を受けた。それを乱れ、アンベッカーは南国から辞任しました。1950年からアンベッカーは仏教へ改宗を注意を回しました。仏教の学者や僧侶のコンフェンスに出席するためにシリランカを訪れました。プネでは新しい仏教お寺の初任式でアンベッカーは自分で仏教について本を書いていることを発表しました。その本を書き終わり次第、自分自身も仏教へと開始することを翻訳しました。1956年にブッダそのダンバの原本が完成しましたが、その本はアメリカの没後に出版されていることになります。1956年10月14日、アメリカは仏教に改宗する宣言し、共に改宗の望む人、マハラシュタ州のナシカナッグに集まり呼びかけました。その会正式にアメリカはファロワーに38万人も集まった。
総理よりトリシラナとパンチシラを受けた後、アンベッカルは集まった38万人の人々に22の誓いを宣言し、仏教へ改宗しました。アンベッカルと38万人の人々はヒンドゥー教の神々も部屋捨てせず、儀式も行わないことを宣言し、仏教の8度を厳守することを誓った。大改宗を行ったこの地域には兄弟ナチスが統一され、ディクシャ組と呼ばれています。毎年多くの巡礼者がディクシャ組に国境へ改宗することために訪れます。1956年12月5日にアンベッカルは彼の最後のなる原稿ブッダとカルマツを完成させました。1948年以来、アンベッカル糖尿病が悪さっていました。1954年6月から10月まで彼は寝たきりの生活をしていました。1955年アンベッカルは猛烈に働けて彼の健康をますます悪化しました。アンベッカルは最後の原稿ブッダとそのダンマを完成したわずか3日後にデリーの自宅、1956年12月6日に睡眠中に死亡しました。アンベッカルのデリーの家26アリプ道に彼の記念碑を作られていました。アンベッカルはバンベイのダダ海岸に近く仏教書式の儀式で火葬されました。その儀式に参加するためにアンベッカルのフォロワー何万人ボンボーに訪れました。その以来ダダ海岸はチェット文としてを知られております。アンベッカルの誕生日ある4月14日、アンベッカル元帥としてインドの祝祭日になっている。1990年にハラトラトナを賞を与えました。アンベッカルのスタチューは他のどんな指導者や神格のスタッフよりその数で後をしている。もちろんパーラメントの前にも交流されている。またババサイの名前で学校や新設は多数を登っている。長い時間皆様貴重な注目を与えていただき誠にありがとうございました。Thank you so much.